はいどうも、こんにちは、クレイです。というわけで、今回は、久々のダブル引き企画、やっていきたいと思います。はい、というわけでございまして、今撮影しているのがですね、12月25日夜10時でございますが、本日この12月25日に来ました、こちら、はい、S ランク限界突破コーチ付き10連スカウトと、あとは運営からのクリスマスプレゼントとして来ていた、ゴールド契約書ですね、等々の契約書の開封を、それぞれメインアカウントと無課金アカウントでやっていきたいなと思っております。で、今毎回そうなんですが、このガチャが来るたんびにね、やっぱり無課金はどうするべきですか、無課金アカウントどうしますか、みたいなコメント等々ね、たくさんいただいておりますので、まあ、ちょっとまた改めて無課金アカウントの方では、この S ランク限界突破コーチ付き10連の解説なんかもね入れていきつつ動画の方を作っていきたいと思います。ということで、まあ、メインアカウント無課金アカウント2つのね楽しみがあると思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、というわけでございまして、まずは限界突破コーチ付き10連からいきたいかなと思います。はい、まあ美課金以上の方はですね、まあ当然ながらこのガチャは毎回回しましょうというガチャになります。 S ランク限界突破コーチが、10連で1回、ついてくるよと、それが1回だけですよというガチャでございます。じゃあまあもうこのメインアカウントサクッといっちゃいましょう。で、一応自チームの A ランクは確定なんですけれども、まあここも DNA このまま、いきたいなと思います。ちょうど昨日追加になっていた野手と投手に関してはまだね A ランク引けていない状況になっているので、まあこの辺狙っていけたらいいかなと思います。投手のこの枠に関してはどうなんですかね、他の球団も含めて出るのかな出ないのかな、ちょっと微妙な、まあ、ラインがこの A ランクには追加になったのかなと思います。野手の方はもう S ランク出てるラインナップだと思うんですが、投手陣に関してはね、各球団ちょっと微妙なラインナップというか、まあ、S ランクが出るかどうか微妙なラインナップがこの A ランクで配出になったっていう感じかなと思います。武器は何選手とか対談ですもんね、まあ、S ランクはおそらく出ないんじゃないかなと思いますが、まあそんなところを狙っていきましょう。じゃあいきます。 S ランク限界突破コーチ付き10連スカウト、まあ昨日というか、まあ、今日なんですけど、実際撮影してるのは同じ今日12月25日、グレードアップスカウトの方はね、まあそんなにいい日はできなかったので、この S ランク限界突破コーチ付き10連スカウトでクリスマスプレゼントください。さあもうこの動画が上がっている時にはクリスマスなんていうムードはもう終わっていると思いますが、あー、おー1枚目、おー中村悠平選手ありがとうございます。最近やっぱなんかヤクルト分すごいな。おA ランクいいですね、岩下選手いいよ。 A ランクがまあこんだけ出るだけでもこのガチャは美味しいガチャと言えるかなと思います。ラストドン。はい、というわけでございまして、まあ、限界突破コーチ付きスカウトは以上でございまして、メインアカウントの契約書開封ですねやっていきたいと思います。まあいろいろと、受け取れるものはあるんですが、今回はゴールド契約書と確率契約書だけいこうかなと思います。でですね、ちょっと正直最近メインアカウントはねあんまり契約書の開封とか、まあ、イベントの累計とかっていう動画、まあ、特別なイベントの時は出てると思うんですけど、毎回その1週間イベント、例えばこの間のスターロードであったりとかっていうところに関しては結構ねちょっとイベントサボりがちな部分がありまして、まあ、そこに関してもね別に隠す必要もないのででも皆さんに全てお話をしますが、まあなかなかちょっと最近メインはイベントやれてない部分もあるよというところでございます。まあ優先順位を考えた時はね、メインよりも無課金アカウントの方がイベントの累計はね、絶対回収しなきゃいけないというところで、まあ、無課金アカウントちょっと優先している部分もありまして、まあ、メインアカウントはちょっと累計取りこぼしている部分もありますよというところです。ただまあ OB 第3弾以降に関してはね、またちょっと本気を出していろいろとやっていきたいと思いますので、まあぜひこのメインアカウントの動画にも注目していただければと思います。ということで、クリスマスの5連じゃないやつが8枚ありました。なのでちょっと A ランクも混ぜるか、 A ランクも混ぜて、まあこんな感じでいきましょうか。はい、じゃあ10連いきます。メインアカウントのゴールド契約書は最近 S ランク出てないと思うので、久々に S ランク出ないかな。一応まだ撮影日はクリスマスだからクリスマスプレゼントと言える。さあどうだ、頼む、カモン。おお、割れた、来た、久々にメインでゴールド契約書来た。さあコナミさんからのクリスマスプレゼントは3枚目。おお、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい、グラシアル選手ありがとうございます。まあかぶりだったんですが、 A ランクねなかなか当たっていなかったので、これで限界突破2回か3回かな、多分グラシアル選手超1か超2で置いてたと思うので、まあ超2か超3っていう感じに持っていけるんじゃないかなと思います。やった、これめちゃめちゃでかい。さあ、おっ、おー、ちょっと A ランクも混ぜたんでね、どこで何回あれが来るかっていう、 A ランク以上が来るかっていうのも分かんないんですが、マルティネス選手からのラスト、バレンティ選手ですね。はい、ということでマルティネス選手がゴールド契約書か。はい、ありがとうございます。いやー、いいプレゼントいただきました、ありがとうございます。 OK、 まあ正直出ると思ってなかったんで、ここで 10% に勝負をかけようと思っていたんですが、 10% いきましょうか。じゃあ先に、はい、どうぞお願いします。お、いいよ、あれマジで嘘、すごい、どうしたどうした、このメインアカウントちょっと急にやばい、クリスマスの深夜の奇跡。さあ誰が出るか、 10% ログインボーナスからドン。おー
まあ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 、これもかぶりですが全然 OK です。契約書 10% 6母から来たと考えると全然 OK です。浜口選手ありがとうございます。これはミキサー用意にしましょう。 OK、 ありがとうございます。さあ、ということでございまして、ラストはクリスマスプレゼントの5連ゴールドです。まあもう本当にお腹いっぱいなぐらいクリスマスプレゼントもいただいてますが、ラストこれを受け取ってメインアカウント終わります。さあ、おお、いいよ、また紙吹雪。ちょっと待ってくれ、これは期待できる。 D ランクオール B っていうのはなくなった。これでさあ A ランク以上は確定した。うわ、あれで、あー、まあさすがに厳しいか。さあ誰が出るか、ドン。おー、森唯斗選手でしたね。はい、4.6 億円の契約おめでとうございます。さあ、ということでございまして、続きましてやってきました無課金アカウントでございます。無課金アカウントは久々のガチャ回ですね。Sランク限界突破工事付きガチャ引いていきたいと思うんですが、エナジーを使って引くガチャは選択契約書のガチャ以来かなと思います。はい、なのでめちゃめちゃ久々なガチャでございますが、このガチャを引いていきたいと思います。で、まあさっき予告した通りちょっと解説入れたいと思うんですが、だいたいこのガチャね、2ヶ月から3ヶ月の1回のペースで、来るかなと思うんですが、基本的には毎回ね、マンスターレベルのガチャじゃないようではございます。 S ランクは確定ではないんですけれども、まあチームの強化というところを考えればそれ以上の価値がある、ガチャと言えると思いますので、まあぜひ回していただければと思うんですが、ただまあ結構コメントとかにもあるのが、リアタイしか興味ないというユーザーに関してはまあ微妙なんじゃないかというところ、まあ確かにそれもわかるんですよ。やっぱり選手がね、本体が取れなきゃ意味がないというところもあると思うので、まあもちろんそっちにエナジーを割きたいっていうのを気持ちもわかるんですが、まあ少しでもねスピ上げができるというのがね、この S ランク限界突破コーチっていう部分でもあるかなとも思うので、まあできる限りね、このガチャを回していく選択肢を入れていただけるといいのかなと思います。とはいえ、ただ自分もですね、この無課金アカウントでもこの限界突破工事付きガチャスルーしたタイミング、確か1回か2回、この8ヶ月の間にもあったかなと思います。で、まあそれがですね、回すと決めている大きなガチャの直前でエナジーがギリギリの時ですね。はい、まあこれに関してはもうしょうがない、もう割り切ってここをスルーするっていうのは全然 OK かなと思います。まあ例えばアニバーサリー直前でエナジーが1400個しかないよという状況で、なんとかあと100個ぐらいならね、たまりそうなんで、まあ、60連できるぞという状況でですが、まあ、ここでね250円で使っちゃうと当然ながらやっぱりなかなか間に合わないなという状況になったりする、大きな局面になると思うので、まあそういったところとかに関してはね、やっぱり臨機応変に優先度は考えなきゃいけないかなと思うんですが、あくまで、大きなガチャの次ぐらいのニュアンスで捉えつつも、ただできる限り回すべきガチャというぐらいの認識に置いといていただけるといいのかなと思います。まあ今のタイミングで言えばね、正月福袋を回す予定でエナジーがギリギリだぞと、いう方に関してはスルーでも全然 OK なタイミングかなと思います。まあ去年の内容を見るとね、やっぱり50連分のエナジーはね、貯めておきたいかなっていう感じなので、1250個かというエナジーに関しては正月福袋回すぞという方に関しては確保しておきたいところになるかなと思いますが、まあそこに対してギリギリだという方に関してはスルーでも OK、 まあ余裕があると、正月福袋そんなに回す予定ないという方はこのタイミングはね、ゴーしてもらって OK かなと思います。はい、ということでちょっといろいろと長くなってしまいましたが、限界突破工事付きスカウト無課金の方で引いていきたいと思います。無課金の方の自チームはちょっと難しいんですが、楽天行こうかな。楽天で則本選手とか岸選手とかの A ランクとかも狙いつつ、浅村選手、ブラッシュ選手あたりも、狙っていくっていう感じで、行ってみようかな。この間浅村選手やっと1枚当たりましたけれども、まあ正直本当に今のタイミングね、 A ランク狙いづらいんですよね。もうどこの球団もそんなにコートつけがたい状況になってきているので、うん、12球団オーダーの方は特に頭を悩ませるタイミングかなと思うんですが、まあ個人的には浅村選手ちょっと限界突破しておきたいなということで、楽天で行きたいなと思います。まああとはこのガチャに関しては S ランクが出たらどの球団の選手が欲しいかとかでも単純にね、考えて回してもいいのかなという感じですね。はい、じゃあ行きましょう。楽天で10連お願いします。いやー、久々にエナジー使った、行きましょう。まああとは無課金アカウント次ガチャ回すタイミングはあれですね、多分無料ガチャが27日、明後日、明日か、この動画があっての26日だと思うので、まあ明日27日来ると思うので、まあそこでおお期待すら持たせてもらえなかった。まあそこでもまたガチャを回していきたいなと思います。はい、ということで A ランクでも来てくれたら嬉しいのにな。 A ランクすら、おおー、井上選手、これメインにくれよ、これをメインにくれよ、ありがとうございます。まあいいでしょう。はい、ラスト浅村さん、ドン。おー、渡辺選手でした。 OK、 ただまあやっぱり一番はここなんでね、そのなんか限界突破コーチが取れて A ランクも2枚、溜まったので OK かなと思います。ちなみにね、今限界突破コーチめちゃめちゃ無課金アカウント持ってて、これで多分10個目ですね。はい、めちゃめちゃ溜まってるんですけど、これに関してはちょっと慎重に、もうちょっと慎重にいろいろ考えつつ、使うべきタイミングで使っていきたいなと思います。全然ね、なんか目先のオーダー強化でガシガシ使うのもいいかなと、思うんですけれども、まあ、僕に関してはこの無課金アカウント結構じっくりね、ロングスパンでやっていきたいなと思っているので、まあ、とりあえずは、ストックしている感じになっています。
います。まあまたここに関してもなんか使いどころはいろいろ考えて動画にしていきたいなと思います。さあということでラストは契約書を無課金アカウントで回してこの動画終わりたいと思うんですが、まずはゴールド行きましょうか。この間言ってもねゴールド契約書結構開けたので、まあ、そんなに枚数ないんですけれども、何枚あるかな、あー6枚あるのか。まあいいや行っちゃおう。6枚とあと A ランクを混ぜて、あと A ランク自チーム契約書も使っちゃおう。このまま楽天でよし。はい、じゃあ行きます。9連ですね。9連お願いします。さあここでも S ランク出たらめちゃめちゃ熱いけどな。どうでしょうか。さっきのねゴールドのそれこそグラシアル選手が無課金アカウントにめっちゃ欲しかったな。デフォルトから同調だしめちゃめちゃ使いやすい選手がまたこっちにも来てほしい。あーまあさすがに無理か。さああとは A ランクが限界突破できる選手が来てくれれば大勝利。おー上茶谷選手からのウィーラー選手、これ自チームかな。和田選手追加になったばっかりのピッチャーが、お確定外、大城選手ありがとうございます。これがゴールド、どれがゴールドだ、上茶谷選手かながゴールドから出ましたね。はいオッケー。上茶谷選手の A ランク確か無課金アカウントめっちゃ持ってるんだよな。はいじゃあここ行きましょう。5連ゴールド契約書クリスマスプレゼントです。無課金アカウントにはクリスマスプレゼントは来るか、お願いします。さあ頼む5連ゴールド、カモン。メインアカウントはさっき A ランクが1枚でした。無課金アカウントなんとか A ランク以上欲しい、頼む。オール B は回避したい、カモン。さあということでラストはスターロード累計でございます。なんとか最終日ギリギリに終わらせました。ちょっとエナジー割っちゃったんですけどね、自然回復で本当はいけるイベントなんですが少しだけエナジー割って終わらせました。そんな S ランク契約書、ここはなんとか、そうですね、前回の、まあ、またちょっと別の動画でもお話ししますが、直近の動画でね今永選手引き当てて中継ぎでね今永選手使おうかなと思ってるんですけど、まあ、一応ね1枚は中継ぎ強化できましたが、またさらに中継ぎをね今はやっぱり狙っていきたいので中継ぎ抑えの投手来てくれたら嬉しいなという感じです。じゃあ行きましょう。 S ランク契約書お願いします。さあまあちょっと最近この無課金アカウントは S ランクがねめちゃめちゃ被りがちでございます。まあ最近というかもうずっとそうですね。2019年は本当に1年間メイン無課金ともに被りまくった1年ですが、今日は回避したい。ラストお願いします、カモン。おー阪神近本選手、これはいい選手が来た、いい選手は来たんですがちょっと限界突破がきつい部分ありますけど、ただ単純にメインアカウントですら使ったことがない選手だったので、まあここ無課金アカウントでそれこそねちょっと育成して使ってみたいかなと思います。とりあえず被らなくてよかった。ありがとうございました。